影山慶一10月18日昭和32年4月25日は日本の政治家。堺町長、堺町会議員。鳥取県議会議員。影山塾で名高い影山家の出身であり、影山宿の孫、影山隆蔵老院にあたる。鳥取県最白郡堺町出身。父は影山勝浦。普通選挙法向府を前にして、 町村会選挙に初めて等級性がなくなった大正10年の選挙で町会に進出、時代の波に乗った新勢力革新派として境町政会に台頭した。昭和2年から20年間県会議員を務めた。町長職にあった昭和13年から昭和14年にかけては第38大県会議長の要職にもあって、調整、県政をたにかけ、 まさしく飛ぶ鳥を落とす勢いであったという。組合立堺高等科生女学校、県立堺中学校開校に力を尽くした。先行士、影山、明義春、あざりつ広ロ宿の考えなない門者その案になり、不詳調査風呂お不老のオフなり、聖合期自由記載、危機よ若驚き出悪女あだ、もっ石剣地下松室海恵み子孫、はじめ若干ありだかし、傷よ対応を負う。 の各意形、千木島湖、都市後の室朝屋局その日運派生保守化収む方の、勝三寺に、完成録虎年、千年の語り伝え印るけ家。大家とことは、千年、後代醐天皇様を腰掛け遊ばされ高かなり。これにより大家と、こと、大家の先祖影山独安と源人なり。また四次郎、四三郎、伊三郎とこと名はありけれども、戦後は、知れず大家の家。 ゼマでボン二十代とことるなり、ありがとうございます。